皆さんこんにちは。今回は After Effects のテキストアニメーターについて解説していきます。テキストアニメーターとは AE のテキストレイヤー専用の機能で、文字単位でアニメーションをつけることができる非常に強力なツールです。通常アニメーションというと、こちらのようにレイヤー全体を位置、スケール、回転、不透明度といったトランスフォームにキーフレームを打って動かすことが多いです。しかしテキストアニメーターを使えば、これらの動きを文字ごとに個別に設定することができます。つまり一つのテキストレイヤーだけで複雑で多彩なアニメーションを作れるというわけです。複雑なテキストアニメーションを作成したい時には重宝する機能です。高機能なので、その分仕組みが少しややこしく感じるかもしれませんが、今回はこのテキストアニメーターの基本的な使い方に絞って分かりやすく解説していきます。では早速実際にやっていきましょう。ここにフル HD のコンポジションにあいうえおと打ったテキストレイヤーを用意しました。普通にこのテキストレイヤーをアニメーションさせたい場合は、レイヤー内のトランスフォームの各項目にキーフレームを記録してアニメーションさせます。しかしこれではレイヤー全体のアニメーションになります。ではこのテキストの項目を展開しましょう。この項目の中はテキストレイヤー専用の設定項目となっています。右上のアニメーターというオプションをクリックしてみましょう。ここから必要なアニメーターを追加することで、テキストアニメーターを使用することができます。ここに普段使っているトランスフォームの項目も揃っています。試しに位置を選択してみましょう。位置を追加すると、範囲セレクターという項目と一緒に位置のパラメーターが追加されました。普段使っているトランスフォームの位置とは別にアニメーターの位置が追加されました。今テキストレイヤーの座標は 960×540 の位置にあります。ではアニメーターの位置に数値を入れてみましょう。 Y 座標に -200 と入力します。するとテキスト全体が200ピクセル上に移動しました。元のレイヤーの位置である X960Y540 から200ピクセル上に移動したので、 X960Y740 の位置に移動したわけです。では範囲セレクターの終了にキーフレームを打ちます。0フレームのところに 0% でキーを打ち、1秒後のところで 100% でキーを打ちます。再生します。するとこのような1文字単位のアニメーションが作成できました。これは何が行われたかというと、この範囲セレクターではアニメーターで入力した数値の適用範囲を指定できます。12フレームの部分を切り取って見てみましょう。ここでは範囲セレクターが開始 0% 終了 40% になっています。これはテキストレイヤー全体を 100% にした時の範囲なので、今回の場合5つの文字なので1文字 20% ずつ振り分けられているわけです。開始 0% から終了 40% ということは、頭の2文字が適用範囲になります。後位の2文字です。そして今回アニメーターで入力した数値は位置の Y 軸に -200 ピクセルと入力しました。なのでそれが後位にだけに適用されているので、後位だけ200ピクセル移動しています。再生します。今回終了の数値を 0% から 100% にして適用範囲を広げることで、このようなテキストアニメーションになっているわけです。一旦キーフレームは削除します。ちなみにコンポジションパネルでこの開始と終了の範囲を動かすこともできます。コンポジションパネルでこの左隅の開始ラインと右隅の終了ラインを動かすことで、数値が連動しているのが分かります。このラインの間が適用範囲となります。このようにプレビューを見ながら直感的に動かすことも可能です。今適用範囲をうの文字だけにしました。数値で言うと開始が 40% で終了が 60% になっています。その下のパラメーターのオフセットを使ってみましょう。このオフセットを動かすことで、この範囲自体をずらすことができます。オフセットはマイナスの数字を入れることもでき、マイナス 100% から 100% の範囲で数値を入力できます。オフセットを0に戻します。正の数値で右側にずらし、負の数値で左側にずらすことができます。先ほどは終了ラインを広げることでアニメーションさせましたが、このオフセットを使って適用範囲をずらすことでアニメーションをさせることもできます。オフセットに 20% と入力すると範囲が1マス分右にずれます。オフセットに -60% と入力すると範囲が3マス分左にずれて、範囲は画面の外に出てテキストへの影響はなくなります。オフセットをイメージするときにこのようにテキストの範囲の外に延長して-100から+100の範囲があると想像してください。例えばオフセットに0フレームのところで-100% とキーを打ちます。そして2秒後のところで 100% とキーを打ちます。再生します。するとこのような波打つアニメーションができました。原理は簡単ですね。アニメーターの適用範囲が動いたためです。テキストアニメーターがテキストを文字単位でアニメーションできる理由はこの適用範囲を動かせるからです。このようにオフセットは開始と終了と同じようにアニメーションをさせるときに最も重要なパラメーターになります。オフセットについてはややこしく考えず、とりあえず-100% から 100% でアニメーションすることで開始ラインと終了ラインで指定した範囲を確実に画面外から反対側の画面外にワイプできることを頭に置いておきましょう。そうすることでテキスト全体に影響を与えられます。クリエイターズスペースでアフターエフェクツを学ぼう。わかりやすい動画コンテンツも充実。コミュニティの仲間と情報交換してモチベーションアップ。課題チャレンジでは自分が作った作品について講師からの個別のアドバイスを受けられます。初月会費無料。入会特典でトランジションプレゼント。今すぐチェック。範囲セレクターを使用してアニメーションさせる方法がなんとなく理解できたと思います。それではその下のコードという項目を展開してさらに細かい設定ができます。特に重要なシェイプという項目を説明したいのでコンポジションを変えます。こちらのコンポジションは先ほどよりテキストを小さくして文字数を増やしています。小文字の A が100個並んでいます。テキストレイヤー全体を 100% にした時 10% の範囲に10文字含まれていることになります。アニメーターは1の Y 軸に-200ピクセルを指定しているので先ほどと同じです。範囲は開始が 0% で終了が 20% になっていてオフセットで2秒で-100% から 100% にアニメーションさせます。再生します。0から 20% の適用範囲をオフセットで左から右に動かしています。では1以外に追加で塗りのカラーを追加してみましょう。すると適用範囲内の文字が赤い文字になりました。ではシェイプの項目を開きます。シェイプはこの6種類から選択できます。ではシェイプの項目を1つずつ変えていきます。上に傾斜を選択します。するとこのシェイプという項目がどういう役割を果たしているかがよくわかります。シェイプは適用範囲内の影響の強さの変化をどう決めるかをコントロールするものです。上に傾斜では適用範囲を斜めに切ったような形になります。この上に傾斜の上というのは範囲のパーセントが高い部分ほど効果が大きくなります。だんだん強くなるイメージです。このようなシェイプを想像してください。そして色にも注目してください。あくまでこのシェイプは適用範囲内の影響の強さの変化です。 Y 軸の移動が一番視覚的にシェイプの形が分かりやすいですが、色の変化ではこのような効果のかかり方をします。上に傾斜は効果がだんだん強くなるイメージなので赤色がだんだんグラデーションで濃くなっていきます。次に下に傾斜を選択します。下に傾斜では上に傾斜とは逆で範囲のパーセントが低い部分ほど効果が大きくなります。だんだん弱くなるイメージです。先ほどとは反転したシェイプを想像してください。次に三角形を選択します。三角形は適用範囲内の中央で最も効果が大きくなり両端に向かって減少します。このような三角のシェイプを想像してください。次に円形を選択します。円形は三角形を滑らかにしたような形になります。このような円形のシェイプを想像してください。次に滑らかを選択します。円形によく似ていますがより滑らかなカーブで自然な印象です。このようなシェイプを想像してください。最後に矩形に戻して見ていきましょう。これがデフォルトの設定ですが見た通り矩形で境界がはっきりしています。開始と終了の間にある文字は 100% 影響を受け外の文字は影響を受けません。このような矩形のシェイプを想像してください。そして色にも注目してください。色もグラデーションにはならずメリハリが効いた変化になっています。それではその下にあるイーズ高くとイーズ低くのパラメーターを説明します。ここまで説明してきたテキストアニメーターは範囲セレクターで指定したエリアに文字が入ったり出ていく時にアニメーションが発生します。イーズとはこの時のアニメーションの緩急を調整するパラメーターです。実際にイーズに数値を入れてアニメーションを比べていただくのが一番だと思います。こちらは先ほどまでやっていたアニメーションと同じです。開始 40% から終了 60% の 20% 分、つまり1文字分の適用範囲をオフセットでスライドしています。アニメーターの値は1の Y 軸に -200 ピクセルにしています。こちらの画面はイーズ低くとイーズ高くが両方 0% になっています。適用範囲内に入るタイミングと逆にその範囲から出ていくタイミングでアニメーションが発生しています。範囲に入るタイミングでは動き出し、範囲から出ていくタイミングでは動き終わりをイーズ低くで緩急をつけられます。範囲に入るタイミングの動き終わり、範囲から出ていくタイミングでは動き出しをイーズ高くで緩急をつけられます。この矢印を想像してください。今回のアニメーションで言うと地面に近い部分の緩急がイーズ低く、上に上がった時の緩急がイーズ高くです。こちらの画面はイーズ低くを 100% にしてイーズ高くを 0% にしています。なので範囲に入るタイミングで動き出しが徐々に加速するような緩急がつき、範囲から出ていくタイミングでは動き終わりに徐々に減速して止まるようなアニメーションになりました。今回で言うと結果的に高い位置で速度が出ています。こちらの画面は逆にイーズ高くを 100% にしてイーズ低くを 0% にしています。なので範囲に入るタイミングで動き終わりが徐々に減速して、範囲から出ていくタイミングでは動き出しが徐々に加速するような緩急がついています。今回の動きで言うと低い位置で速度が出ています。結果的に文字がジャンプしているような緩急になっています。こちらはイーズ高くとイーズ低く両方を 100% にしました。全地点の緩急が等しくついた状態です。このパラメーターの数値はキーフレームの影響の数値と同じように扱えます。つまり入ってくる動きと出ていく動きの影響が同じなので中間地点で速度が出ています。こちらは4パターンの比較です。普段からキーフレームのイーズの設定をしていれば数値の加減については問題ないと思いますが、パラメータ名が分かりにくくどこに対応した緩急かがややこしいので、この矢印を想像してもらうといいかもしれません。今回はテキストアニメーターで特に分かりにくく大事なパラメータの解説をしてきました。今回説明したポイントを押さえておけばある程度つまずくことなくテキストアニメーターを使っていけると思います。このテキストアニメーターの機能は掘り下げればかなり勉強しがいがある機能ですので、ぜひ皆さんも使ってみてください。さらに細かくはまた別の動画でやりたいと思います。今回の動画はこれで終わりです。ご視聴ありがとうございました。